ゆっくりしていってね。かましたね。おっしゃ、行くぞ。私の空腹見せてあげる。はじめに言った、今回の第一試合の相手はチュンリーです。チュンリーはダンディ圧倒戦を超えてしまうと、なかなか攻めに行きづらい相手だと思っています。また、合格率で小技で暴れてしまう人が多いので、先攻めの時はしっかりと技を重ねていきましょう。中対空の後は論理的になります。うまくいきましたね。針が決まって KO です。わーわーい。ラウンド2です。今の飛びは落としたかったですね。ガードカッター、あ、ラッキー。相手の西から画面かじって運べました。真ん中から流れに到達したところで割れてしまいましたね。大事でますね。びっくり。大事から起動してくるんですね。まあ、でもまだまだ体力は残っているので何とかなるでしょう。あー、乗ったね。ちょっと距離が足りず、アラブコンボがしっかり決まりませんでした。相手の方はしっかりなでしこ対策してたや。無敵技。恨みっこなしよ。最終ラウンドです。後半のタイミングにうまく飛びが重なりました。ラッキーですね。相手の方は結構スピニングガードキックを使って DX レインボータイプに出たのが今の KO です。この試合は相手の方のミスに助けられた試合でしたね。かましたね。おっしゃ、行くぞ。逃げるなら今のうちだぜ。第2試合の相手はバーディーです。バーディーは通常技のリーチが長いので、こちらの技に差し替えされないように注意しながら自分のラインを組みていきましょう。他の場合はレインボーミサイルで一気に接触して策を立ててやりましょうね。圧巻さだななりたら EX 周辺部ピーチで暴れましょう。なでしこを使って圧をかけていきます。性能がいいので、ダイブボムでタイミングをずらしてやりましょう。このバナナはジャンプで飛び越えましょう。おや、ダイビーからの投げで KO です。最後の投げは EX ブルーヘッド警戒の投げですね。ラウンド2です。異常、空対空からこの投げが決まりました。せっかく画面端へ運べたのでキープしていきたいですね。自分でやるのはいいんですけど、相手に対戦で流れをやめると多いですね。これです。 EX ブルヘッドにはロース投げです。これ引く。バーディー対策がうまく機能していますね。やったぜ。いやー、バーディー対策をやった甲斐がありましたね。ご視聴ありがとうございました。また見てね。バーディーの EX ブルヘッドに強くかっただけ、普通技で空き攻めに行った場合、このように EX ブルヘッドで暴れられてしまうと、相手のスーパーアーマーが発動してダメージを食らってしまいます。
おまけでは、ミカデの家と一部に結果対策を詳しく紹介します。まずは一つ目。実際、実際ミカから素早く追いつくと風船武器を入力すると、ガーディンのスーパーアーマーを潰すことができます。ですが結構早く入力を決めないといけないので、かなり難しいです。私は対戦でこの対策を実践できたことがありません。その一作目。これは動画でもやっていましたね。投資投げを落ちるのに使用します。カミンバーガーされたとしても、EX レインボー台風等の、コマ投げが多い距離なので使用が一番良い攻めだと思います。使用外のコマは投げを入れるか、ただにヒットの技を重ねておきましょう。それでは、